大台みきは、中華民国の外交官、政治家、歴史学者。字は、正。号は曰くそう。日本留学経験を持つ外交専門家として、特に国民政府機の活動が顕著な人物である。高等小学事業学堂を経て、陸軍小学に入学する。1909年秋、中国同盟会に加入した。 1911年9月、武漢陸軍学校に進学する。翌月、武将危機義が勃発すると、高校配下の革命派として戦う。1912年2月、南京に赴もむき、軍事学校に入学する。その後、一旦コナンに戻り、将軍の歩道船配下となった。1916年、大台美きは日本に留学し、 陸軍経理学校高等科で学んでいる。1918年、シベリア出兵に際して、王もこれに随従して、シベリアと、外モンゴルの現地調査を行った。翌年、東京帝国大学経済学部に入学、学習している。1921年、アメリカに赴き、ワシントン会議中国代表団主義を務める。翌年帰国し、 三党問題交渉の担当者の一人となった。1924年はじめに、三党小党系公衆所所長に任ぜられ、翌年、再び、日本へ視察に赴いている。1926年に帰国し、国民革命軍の北伐に参加する。湖南の党聖地率いる、国民革命軍第八軍に編入され、第八軍、第二子参謀。 第35軍参謀長、安記将軍次長長を歴任した。年間分裂後、紹介席の下に展示、国民革命軍総司令部参議に任ぜられている。1928年5月3日に、災難事件が勃発すると、中日特派員に任ぜられ、日本へ赴き交渉に当たった。帰国後は、外交部条約委員会顧問に任ぜられている。 1931年、満州事変が勃発すると、東北外交研究委員会宣伝主任に任せられ、さらに国際連盟調査団中国代表どころ、専門委員も兼任して、ジュネーブに派遣された。1935年、中トルコ公使館参事に任せられ、翌年、中日大使館参事に転じている。1937年5月、 軍事委員会国際問題研究所を主催した。同年8月、第2次上海事変が勃発すると、大台みきは、ビルマ、ベトナムへおもき、天面航路開設のもと準備に奔走した。1945年、中国国民党、第6期中央執行委員候補に選出されている。1946年5月17日、病没。去年54。 なお大大美紀は歴史学者としても日本古代史や郷土史に関する著作を残している。ありがとうございます。